どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、またリクエスト動画になります。今日は前から見た時に可愛く見えるアレンジ方法をやってみました。結構アレンジとかって後ろでまとめたりとかで、ちょっと前から見た時になんかまとまってるけどなんか微妙やなっていうことって結構多いかなと思うんですけど、今回はまあちょっとこの輪郭を隠すように髪の毛をこう動きを出してまとめてる感じのすごい簡単なアレンジをちょっとやってみましたので、まあできたらこう難毛な方だったり猫っ毛の方で、まあ長さ的にも肩ぐらいの長さの方だとこのアレンジ結構再現しやすいかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まず後ろで半分に大体リノで分けてゴムで結んでいきます。反対側も同様に結んでいきます。なるべくちょっと横寄り、サイド寄りに結ぶとやりやすいかなと思います。次にストレートアイロンで毛先を巻いていきます。結構毛束は少なめに取ってランダムにカールをつけていきます。この時内巻きでも外巻きでもどちらでも大丈夫ですので、お好みで巻いてください。反対側も同様に巻いていきます。次にオイルをつけていきます。毛先にしっかりとつけてまとまり感、ウエット感をしっかりと出していきます。ゴムを外していきます。三つ襟の髪の毛をお好みで前から見えるぐらいのバランスでちょっと下ろして、残りの髪の毛を反対側の三つ襟あたりにまとめていきます。こちらをゴムでしっかりと結んでいきます。三つ襟の髪の毛の量感です。このぐらいで前から見た時に少し出てくるぐらいの量感で大丈夫かなと思います。少しボリューム感を出していきます。ざっくり手ぐしコームを少し溶かして間の部分の髪の毛をほぐしていきます。今後ろだけほぐした状態です。この辺にちょっと丸みが出てる状態になってます。サイドの部分も溶かして間の部分を広げていきます。でサイドの部分は広げすぎるとバランスがおかしくなるので少なめに出すようにしてください。反対側も同様に溶かして広げていきます。こんな感じで少し凹凸が出てれば大丈夫です。ここの残してる髪の毛ですね、ここをアイロンで外羽に巻いていきます。結構ここも細かく取ってランダムに巻いてください。反対側の髪の毛もちょっと跳ねさすようにアイロンで巻いていきます。お好みでゴムの部分にヘアアクセをつけます。前から見た時に顔周りの横からですね、髪の毛が出てるような感じになるようにスプレーで広げながら固定していきます。全体的にバランスを整えたら完成です。こんな感じで仕上がりました。前から見た時に可愛く見えるアレンジ方法になります。
よかったら参考にしてみてください。